はい、えー、竹内です。こんにちは。こんばんはということで、特集動画、今週3本目、最後になります。ウィン・ポルティス・赤富士・ステークスの、はい、えー、予想をね、予想じゃないや、えー、特集をさせていただきたいなと思っているわけなんですが、まあ、その前にですね、気温がかなり下がってね、ほんと空気乾燥しています。もう数週間前はね、暑かったのに、ひどいなというところでね、もう四季がない。もう本当にもう春夏秋冬がないですね。はい、もう夏冬、夏冬ということで、えー、かなりね、そんなような世の中になってきているわけなんですが、えーと、まあ、加湿器をね、僕家中に出しました、4台出したんですけど、 やっぱね潤いがねないとねやっぱお肌とかもやっぱ芝が増えたり乾燥しますからねあともう結構、えー、僕と同世代の方とかそれより上の方とか特にですけどねしっかりねあの、えー、水分入れて保湿して特にあと首ですね、はい、僕はあの首にあまり芝が、えー、ないタイプなんですけどやっぱ僕、20代の頃から首はねちゃんとあのお風呂上がりにあの化粧水を塗ってケアしてってやってるんですけどやっぱ年齢っていうのは非常に首にね出ますから。 首,にね、あの首が綺麗な人っていうのは本当にあの皆さん、ね、あの若く見えますもう60代70代の方でも首が綺麗だったらね、えー、50代40代に見える方も本当にいらっしゃいますから是非、はい、ね皆さんもあのお風呂上がりに。 化粧水というのは、ね、安いものでもいいんですよ。安いものでもたっぷり使う。安いものをたっぷり使うのが僕はいいと思っているので、はい、昔は高いのを使ってたんですけど、もう今、ね、安いのをもう大量にポンプを連,ポンプ連打しまくってです、ね、それをもう顔と首と、ね、もう体に塗りたくるというのをフラ上がりンにやっているんですけど、これね本当にあの効果あるのでおすすめです。この動画について。 LTP 指数は週末にレッドエンイラボという競馬サイトに無料掲載をしている指数です。リンクは概要欄に掲載しています。LTP 指数はラストタイムポイントの略となっており、前走の時点でのレース後の点数とお考えください。ただし、前走を完走していない場合には、それ以前の最も新しいレースの後の数値を採用しています。 レース終了時点で算出をしている指数ですので、特別登録時点でもレース前日でも数値は同じです。 この動画では LTP 指数を活用したロジックの中から作者の私が気に入っている前走一着になった馬で今走 LTP 指数が1位から5位に入っている馬回収率が120%を超えている条件に該当した馬がいる場合に今週の特集場としてその馬の特徴や私的に買いなのか不安なのかというところを紹介させていただきます ただ、特別登録時点ですので、出走しない場合もあれば、別のレースに登録していることで、そちらに出走したことにより、指数が6以下になることもありますので、ご注意ください。また、この動画では紹介しませんが、仮に特別登録時点で前走1着、登録馬の中で指数6位や7位の馬でも、1位から5位の馬の中から出走しない馬が出たことで、該当馬になることも当然起こりますので、ぜひそれは週末、レッドラインラボの方でチェックしてみてください。 チャンネル登録よろししくお願いいいたまますはいまあねそんな首の芝の話はどうでもいいとしてですね、ウィン・フォルティス・赤富士・ステークスとなります。LTP 指数が265ということで、今回の登録、えー、特別登録の時点のメンバーだと2位ということになっているはずです。で、前走、中距離勝利しています。えーまあ、14番からの、ね、発送も何のそのということで、コーナーまでに中断の打ち勝ちのポジションを、うん。 まあ狙ってね、距離ロスなく回って直線でも最打ちが伸びたということで、和田騎手ね、最初から多分、打ちに行こうっていう、あのポジション取ろうって狙ってたかなと思うような騎乗で、あれはね、お見事でした。はい、あの僕が馬券買うときはね、変な騎乗するんですけどあの、あれはお見事だったなと思います。でえー、今年ね ここ2戦に関しては、調教で合わせるまで先着して出てきてるんですよ。で、全体の回数で言えば、まあ、合わせで遅れることもね少なくあの、遅れることが少ない、遅れることもあるんですけど、うん、大体ね、あのいい競り方をするんですよ。で、えーまあ、前走に関しては、このマカオブランド、近い距離でね、内から並んで走った時に、馬がぐっとね、気持ちが入って加速したように見えました。その点にも、やっぱね、調教と馬の特性ですよね。はい。それをしっかりレースに持ち込んだっていう点も、僕は和田騎手が素晴らしかったなと。 思います、はいで。ああいう競馬を何で逆にしないんだろうと思う騎士もいっぱいいるんですよ。もう調教なんか見たらもう毎回もう合わせた時にガッと加速してもういつもねあの後ろ、後ろから追いかけて、えー、合わせて抜いていくっていうような距離を毎回しているのになぜかレースでは一切合わせに行かないよね。だからジョッキーが のね、どういう心理状況かわかんないんですけど、やっぱ練習と本番を、ね、合わせてくれるっていうレースを見れるのは一番気持ちいいんですよ。で、それを予想できるのが気持ちいいというところもあるんですよ。で、あのやっぱ勝負根性があるもん、ぼつんと走らせるっていうことなんで、1日競馬見てたら30頭ぐらい目撃するっていう中なんで、こういう競馬っていうのは本当にすごいなと思いますし、あの和田騎手がこの馬に対してあのいいイメージだったりとか、この馬に対しての思いが強いんだなっていうところも伝わってきた、えー、レースでもありました。で、さて前走のメンバーなんですけど、 ここで勝ったっていうのは結構胸が張れると思うんですよ。十分相手揃ってましたし、えっ、ー、と、18日ですね、先週の開催の時に、このレースで7着以下の馬がね、4頭走ったんですけど、結果2、3、4、5着と好争してるんですよね、はい。で、その点に関しても、まあ、この馬の勝ったっていうことの評価はできるということになると思います。で、距離に関しては2100でも僕は全然問題ないと思っています。むしろ追走が楽になっていいんじゃないのかなというところもあります。はい、で、このコースに関して、うん、 立東馬のステイ・ゴールド・サンクっていうのは出走馬が少なくて傾向が、ね、あまり出,出ないんですよ、はい。結構ずっと振り返っても出ないんですけど、立東の、ね、馬全体だと当該収半路53秒台以下の馬の回収率が165%もあるんですね。だから立東で早めの時計出してる馬っていうのが狙い目なんですよ。で今回ただえー 水曜日の朝の時点なんでね、今日の調教のデータは出てますけど、55.3秒っていうところがあったりします。はい。なのでな、そこはちょっと、ね、引っかかるなっていうところもありますよね。で、あと、前走がやっぱりそれだけ、うん、もう本当に馬のことを考えた、き考えて競馬をしていたなっていう、それがもう完璧に、えー、遂行できたというような、うん。 レースだったと思うので、立て続けにそれができるかっていうところを考えると、まあ、頭で、ね、狙うほどの特別な優位性は僕はないと思うんですよ、はい。なんですけど、馬券の中心としては、ねえー、狙いたいなって思っています。例えば、馬連の軸だったり、三連の軸だったり、相手絞ってワイドであったりとか、逆に、この馬単の二着固定とか、えー、あとは三連単の。僕がよく、あのーね、あの予想でする二・三着の折り返し軸ですよね。 頭の方が軸じゃなくて、2、3着で折り返している方が軸になっている馬券とかに合うのかなというふうに思っているので、僕はそういう買い方をしてみたいなと思います。はい。まあ、オッズがね、えー、っと、オッズ次第、オッズがもう人気がなければ、うん。美味しい単勝オッになってたら、まあ、あの頭から単勝、えー、はちゃんと抑えておきたいなというふうには思いますけど、まあ、それは当日のね、あのオッズ次第かなというところになっています。あとはですね、えー、っと、このコースで言うと、関東馬の、 関東馬の半、えーね、路58秒台以上のハーツくらい3区、東外集ですねで、関東馬、半、えー、路当該州、東外集で半路調教なしか60秒以上のアイルハブ・アナザーサン区であったりとか、あとは、えーとまあ、同じですね、これもまた、えー、関東馬で半、えー、路の東外集なしか60秒,台以上の60秒以上のシニスター・ミニスタサーサン区、これらっていうのは単勝回収率が高くて、頭で結構おすすめなんですよ。 でまあ、現状パッと見ると、まあ、ハースクラーンクだと、えー、テトラルキアとかは現状ではまあ該当しているかなというところですね。でアイルハブ・アナザーンクだと、えー、マイネル・アンファンが現状では該当しています。でまあ、現状ではというのはあのー、これまでの、ね、動画では現状ではというのは言ってないと思うんですよ。この特集動画ね、ね今週2本アップしてますけど、該当という言い方をしてて、今回なんで現状と言っているかというと、時計がですね早い場合ですよね。 早い場合の該当場って、えー、いいんですよ、それでも。例えば、53秒台以下の馬が狙い目っていう馬が、水曜日の時点で53秒台出してたら、以下を出してたら、もう該当じゃないですか。そこから先遅い時計出しても、それが当該集販路最速なんで、ただ、遅い場合ですよね。とか、反路調教していない方がいいとか、60秒以上とかってなると、これがですね、あの、前日にね、遅めの時計ポンって出す。 出しちゃったことで反、えー、なしから該当、えー、が外れるっていうこともありますし60秒以上で、まあ、水曜日出してたんだけど急にねあの、まあ、思いついたようにあの,あのなんだろう、えー、金曜日とかになんか57秒ぐらい1本ね追加で追うとかってやるとずれてくるので今現状っていう言い方をさせてもらっているのでちゃんとやっぱ、えー、最終的にですね、えーっと 競馬の開催日のま前日ですね。はい、前日にもう一度調教というのはチェックした方がいいですよ。ということになります。はい、えー、そんなわけでえー、ウィンフォルティスの、えー、特殊でやらせていただきました。今日多分僕意識してないんですけど、ちょっとウィンフォルティスのフォルをカッコつけて言ってるような気がするんですけど、どうですかね？なんか今あれウィンフォルティスって言ってますよね？なんでだろう？ ちょっと自分でゃ分からないんですけど、無意識にね、言ってましたわ。なんかすごい、ウィンフォルティスでいいですよね、別にね。はい、何を格好つけてるんだかね、もう本当に困っちゃいますよ。はい、まん、あ、なわけで、えー、やってきたんですけど、あの、今週ね、この2つ、1本前、もう1本前にも、えー、この特集ということでアップさせていただいておりまして、喫下症の予想は、木曜日の夜かな。 それぐらいにね、アップしたいと思っております。まあ、今回も茶番があるのかないのか、その辺はね、前回あんなことをしてしまったんで、えー、次回も期待していますというねあの、お声もいただいておりますが、はい、なんであんなことをしてしまったんだろうというね <laughs>、ところなんですけど、まあ,あの、嫌いじゃないので、何かネタが思いつけばね、なんかあの茶番から入りますわという感じです。で、えー、馬券甲子園の投票も、はい、菊箇所対象レースとしてやりますので、そこら辺もね、あのー、ぜひね、参加していただいて、まあ、あのコントレールに投票して、 そうですね投票する方が多いと思いますけど、はいまあ、その辺もどういうふうに皆さんがねあの投票するか、結局、投票のね、えー、集計データっていうのがまあ見れたりするんですけど、まあまあ、デアリングもかなり、ね、かぶってました、まあ、当たり前ですよね。うんで、うんあ菊花賞もそういうふうになるとは思うんですけど、まあそうですね、僕は。うん 本命はもうある程度決まっているというか、もうある程度決まっているというか、もう前から決まっているので、その子でいきたいなと思っています、はいえー。飛行機は乗るものですけどね、飛行機雲は別に乗るものではないので、はい、よくわかりませんけど、はい、<laughs> いやいや、本当はね、こうやって言ってあの茶番でね、あの次の予想で入ろうかなと思ったんですよ、うんあの。飛行機雲は乗るもんじゃないと。飛行機に乗るもんだよと。 はい、だからどうしたって言うとので入ろうと思ったんですけどなんか自分的にあのしっくりこなかったんで今ねそれをあのもう使わせていただきましたはいでもうんまあもちろんねもうもう,もう同じ年度に、えー、さあそんなその三冠馬が牝馬ボバで出てくるしかもアーモンドイが勝ったら八冠とかね、まあ、そんなようなもうむちゃくちゃな もう何だろうもう向こう何十年こんな年なかったよねっていう風なな、えー、年になる確率は高いだろうなとはもちろん思ってはいるんですけどうんそうでもなんかねあのー、やっぱ一等の何だろうその やっぱ三冠とかってなってくるともう当然強い馬で抜けてる馬だからそういうことが実現できるっていう見方は当然あるんですけどその裏としてやっぱ競馬ってすごく厳しいスポーツでねやっぱ人馬一体人のコンディションもある馬のコンディションもある馬場のコンディションもある、ね、その時の天候とかいろんなこともあるっていうことを考えると勝ち進めば勝ち進むほど難しくなってくるっていう見方もあると思うんですよね。 そうだからやっぱ三巻のやっぱ最後ってやっぱすごく大変なことだと思いますしで特にボバに関してはねやっぱ距離がそのまあ未知数だったりまあでもゆっくりねそのまあスローで回って結局まああんまり距離の適性関係なかったっていうところもあったりもするんですけど、うんね、特に今年で言ったらなんかそのすっげえこいつ長距離。 ねえ長距離だったらも,うもしかしたらあるぞともう菊花賞のために生まれてきたような馬だぞみたいなそんなのもあんまりないですしでそもそもそういう馬たちその一個ね問題としてそういう馬ですよね菊花賞向きな馬が菊花賞にたどり着きづらいっていうところがやっぱあるじゃないですかそのやっぱちょ距離のね問題で。 なんかそういうところはちょっと改善してくれた方が僕は菊花賞もっと面白くなるのになと思うんですけどねどうなんでしょうね、まあ、皆さんどういうふうに思ってるか分かりませんけどまあでももちろんね、うん、あのコントレールが勝ってもうすげえなーってもう今年すげえことが起こってるなーっていうことそれを見れる,な見れるかおわそれが見れないんだったら自分の買う、まあ、人気があまりない、まあ、コントレール以外の馬で。 がっつり儲けたいなっていうそういうところでえ僕は馬券を買っていきたいと思ってますので、まあ、木曜日にアップするであろう喫茶、まああのー、所の予想動画もぜひね見ていただけたら嬉しいなと思っておりますぜひねチャンネル登録してもらえたら嬉しいです竹内でしたさよなら、うん